して雑貨屋さん。開いたね。オッケー。おらんやん。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。はい、春の月9日。ってことで、今回は鎌で、ひたすら草を刈っていく。草はね、別にでかい草とかないけん、全然、楽勝で1日で終わると思うよね。ああ、やっと畑を作っていくことができるわ。あ、タケノコ1個しか1個しか復活してない。つらい。くっそ。でも生えても生えても引っこ抜いて出荷されていくっていうね。野生のはずなのに。ためとかできんのかな。は、全然できんかったわ全くできんかったわ。なんかためてさ、回転とかでできたりするかなと思ったけど、全くやった。ふう、すごく地味な作業。でもこれで畑が作れるようになるかと思うと、ちょっと張り切るよね。ほら、もうめっちゃ楽勝や。いちいちこののび太のエイがうるさいけどびっくりした。なんかと思った。ちょっと疲れた。あ、少し疲れてきた。マジで早くね。え、でも現実でもそんなもんかな。え、でも思ったより疲れるんやね全然疲れんぐらいで終わるかと思った。そんなことはないのか。でもまあとりあえず1日では終わるスピードでしょう。お、これで終わったんじゃない？どうよどうよ。ほら、これで、あー、綺麗さっぱりーいい感じやろ。あ、綺麗さっぱりや、これで。オッケーオッケー。どこ行くの？ごめんね、今忙しいの。あんなちっちゃい子に忙しいとか言われた。絶対広場に行って遊ぶだけやん。屋上はいい匂いがするの。眠くなるわい。いつでも眠いじゃねえか待って、これで種をね、取り出しまして、ちょっと待って、種を取り出しまして、はい、5個分ある。ちょ、待って、何個あるって。5個だね。で、とりあえずくわ、はい、くわね。で、ちょっとたけのこを、はい、出荷しておいて、で、5個あるから5マスめっちゃ微妙やね。なんかとりあえず家の前あたりをザックザックとやっていこうかなと。12、初めて畑を耕した9日目にして9日目にして初めて。ああ、間違えた。まあいいや。とりあえず耕すだけ耕しとこっか。え、かなり疲れた。マジで早いよ。もしかしてあれ、種まくだけでも結構疲れたりする？そんなことないよね。とりあえず種まいていきます。12、初めて種をまいた。いいね。はい、これ5つ、1234567、あと7個必要なんだけど、7個ある？まだ開いてないか、お店。早く開けて。びっくりした。なんか始まったかと思った。元気か？元気。行くところがあるの。またね。初めてティラルと仲良くなった。話しかけるだけでも結構仲良くなりよんかな、もしかして。種とかはあれか。あ、雑貨屋ってめっちゃかかるやん、開くまでに。くえー。くえー。めっちゃ時間かかる。15時からやろ、だって。気持ちいい季節ですわね。お散歩にちょうどいいですわ。ということは、お金稼ぎに行こっか。とりあえず、お店が開く時間まで、お金を稼ぎに行きたいと思います。とりあえず、一旦この辺で寝よっかな。あ、違う、食うんじゃねえよ。それ、出荷しようと思ったのに。お昼寝。2時間ほど寝るね。2時間じゃねえ、3時間だわ。だいぶ元気になった？うん、オッケーオッケー。とりあえず、鉱山の土を掘り返せるぐらいまでにはなったかな。あ、でも持ち物が大して、この色が変わってるやつが掘り起こせんってよってやつか。多分。ほら。この、なんていうん、鉱床はまだ掘り起こせないようだ。多分これでもういっぱいなん、あ、いっぱいではなかった。ほらもう、2つだけでめっちゃいっぱいになったんやけど。くっそ、なんてこったい。全然稼ぐことすらできねえ。つらい。めっちゃつらい。この辺の草も取れるやつなんやな。なるほど。この辺の木も倒せるってことかな、あれ。ヒュルルン山。あ、そっか。キノコ、さっき取ったけど食べちゃったからダメなのか。木こりの森。どこやっけ、建物。あれ、建物がないよ。こっちか。こっちか。あ、あったあった。大工屋トンテンカン。あれ、いないけど。二人ともいないけど、どこ行ったの？ん？いらっしゃらないよ。え、どこどこどこ？消えた？営業時間は？10時から12時、16時から20時。次は16時からか。なるほど。ってことは今は休憩時間ということやね。うんうん。じゃあとりあえず、もうそろそろ開くはずやけん、雑貨屋に行って、株の種を7個買えたら7個買いたい。さあ、行きますか。何やってんだ？はい、シーゼンタウン東。そして、雑貨屋さん。開いたね。オッケー。おらんや。あれ？ 15 時からだよね。15時からですよね。これ15時からやん。月曜日でしょ、今日。15時から20時って書いとるよ。何？なんでいないの？いた。どっから湧いてきたよ、ちょっと。いらっしゃい。お買い物しに来たの？はい。株の種を7個。7個。うわ、めっちゃ買う。やばいやばい。7個。オッケー。あ、買えない。ちょっと待って。あれや。出荷してこんといかん。出荷？ちょ、待って。この辺で物を捨てれないものか。こっちだな。あ、違う違う違う。これをさ、捨てよ。あ、ほら。ここではやめておこうになった。捨てれない。え、辛い。めっちゃ辛い。てか、出荷箱ってさ、もっといろんなところにないもんな。なんで、牧場にしかないの、出荷箱。くっそー。ちょい待ってね。とりあえず待ってね。同行席、はい。出荷します。あれ？さっきのさ、え、結局ないやん。捨てとるやん。どういうこと？どういうことやねん。意味がわからない。さあ、とりあえず、株を7個買いに行こう。結局じゃあどこに捨てたんやろ。謎を。株を7個くださいな。株の種。違う。7個。はい。じゃがいもの種も買おうかな。何個？ 12 個。12。1080円がっつりいかれる。いや、しかし、稼ぐため、初めて雑貨屋でお買い物をした。稼ぐためには、牧場牧場、畑をどんどん広げていかねば、農作物を育てねばならんのよ。頑張ろう。やっとちょっとそれっぽくなってきたけんさ。株の種をとりあえず植えますか。はい。植えて。まだね、水をやる作業があるけんね。よし。さあ、そして、くわ。どうしよう。この辺とかからしようかな。1、2、3、4つ。で、こっちに3つ。ちゃんと揃えとかんと。あー、間違えた。もう。よいしょ。かなり疲れてきたらしい。ちょっと待ってよ。じゃがいもの種。よいしょ。とりあえずもう出荷するやつは全部出荷箱に入れてあるから、あとはお金が入るのを待つのみ。どんな感じかな今日のお金。今日なんか初めて牧場物語をやりよる感じがするわ。じょうろはこっちにしまっとったっけですね。はい。じゃあこれを。ふう、ドラえもん頑張ってる。のび太くん、日も落ちてきたね。ね、そうだね。水汲み場は、どのあたりにあったかしら。水を汲みたいんだけど。春だよ、のび太。気持ちいいね。90ゴールド、安っ。やだー。こっからでも組めるんやっけ。はい、組んだ。魚が泳ぎよるような池の水やけどいいかな。あ、これはさ、倒れそう。そろそろ体力が限界。上走れるんやね、普通に。あ、どうも。歩き回りたくなる季節なんだ。なるほど。ちょ、待って、寝よう。とりあえず1時間寝よう。家で寝ろよって感じやけど。はい。どう体力。微妙やね、25。まあでも頑張ろう。なんか昔の僕もねやったらさ、こうやって芽が出たところとか、踏んで歩けんかったんやけど、いい感じやね。かなり疲れたらしいよ。ちょっとスプリンクラー用意して、スプリンクラーちょっととりあえずさ、頑張って水だけでもやっておきたいんやん。あ、じゃがいもはすぐに芽出んのや。なるほど、株だけか。でもこれマス以外のところに水ができんのはいい感じやね。間違えることがない。あ、なくなった。あっという間になくなるな。よいしょ。そろそろ寝なきゃ。体力が。ちょっと待ってね。今体力どれぐらい ?5 や。5。あと2マスぐらい。ふぅ、できた。ふぅ、OK でしょう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、春の月9日目にしてやっと自分の牧場に畑ができたと。マーガレットも育てたんよね。お花畑もいいやん、なんか。綺麗そうで。